風景画家安藤博重さんは幕末安政5年の今日亡くなってます。広重さんといえばまずピンとくるのがこの東海道五十三次、お江戸日本橋から京都まで旅をしては描き続けたもんですね。これは彼が描いた美人画ですが、風景画家として名高い広重さんも元は美人画や芝居絵を習っていたそうです。それからこれが芝居絵なんですが、舞台を映したものじゃなくて本物の風景をバックに描いてますね。普通の芝居絵は性に合わなかったんでしょう。そして東海道五十三次に次いで有名なのがこの江戸名所百景、当時はだいぶ好評を博したそうです。今じゃ江戸じゃない東京中、どこへ行っても情緒の序の字も見当たりませんが、お江戸日本橋もこの通り、寂しいもんですね。